あのチーム生物号の代表をしてます。家のと申します。よろしくお願いします。私はあの和歌山市の方で、あの pta の会長を長年しております。それで、あの子供たちにまあ、こ,こういうようなね。あの動植物をね。いつも聞かれるんですけども。あの近年最近ですね。あの小学校の先生もですね。こういったことを答えられなくなってきております。 それであの小学校の中で,です、ね、今、英語とかプログラミングがです、ね、だんだんと必修化されるようになってくる世の中,の中ですねあの幼少期にこういうことを、ね、あの全然まあ教えることができないということを危、ま、惧、あ、しておりましてそれでもあの今回あのこういう構想をさせていただきました。 それでまあ私自身、技術がないんであの山口大学の永井先生と東京大学の福代先生のまあ技術を相談したらですねまあこういうことは可能であるということで,ですねまああのご協力していただいてまあやっていくことになりました。はい、それでまあ例えばあのえ学,校学校とかであの子,どたちがあの子どもたちとかまあ町の人とかねスマホで今、ピュプピュッピュッと画像が撮れる時代。 なっております。それとまあ、位置情報とですね合わせてですねあのまあ、あの撮影していってそれであのプレーディングゲームみたいなような形で子どもたちにたくさん写真を撮らせてですねまあ、データをがしていけばいいんじゃないかなというふうには思っております。でそれであの位置位置情報とそれと画像認識まああの情報処理 そういうのあの技術があるということで、まあ、それをまあ教師データとしてです、ねまあ、動植物を童貞ソフトとして作り上げていきたいなというふうに思っています。はい、でそれであのそういうのをまあ繰り返してです、ねまあ、あの蓄積していくとです、ね、あの例えばそういう場所に行くとこれは何かというのは分かります。それを繰り返して繰りり返返ししてやっていくと あの使えば使うほどですねあのビッグデータが集まって,あのなんていうか認識精度が上がってきますそれをまあリアルなあの生態系のねまあ AR ゲームなんかにも今後まあ発展させていけたらなというふうには思っておりますそれその蓄積データなんですけどもまああの教育機関っていうのもま,あまず最初のところからではあるんですけどもまあ建築土木のですね環境アセスとかまあ観光庁のですねまあいろんなことに あの地球温暖化対策だとかそういうふうにまあ使えるようになるのではないかというふうに考えております。それでまああの持続可能なまあ社会といいますかまあ例えば旅行にしろですねあのまあいろいろな今あの環境活動をされていますのでそれのまあ一つのことにしてもらいたいなというふうに思っております、はいで。ビジネスはいいいあありりががととううごござざまましたましたた はい、緊張されましたでしょうか生態系後ですね